あんたに義行くんはもったいなさすぎるわよ。あんな優良物件今時どこにもいないわよ。せめて持参金でも持っていかなきゃ、もらってなんかくれないわ。え、そういえばあんた人並み以上に稼いでるんだっけ。多分。あらやだ、じゃあもう通帳丸ごと持ってってもらってもらいなさいよ。足りればいいけど。そうね、両家隣だから式場は都内って感じでさ。あ、でも母さんマジでお前のことを俺より信頼してるし、息子に欲しいって言ってるくらいだし。今日はもう帰る。お前は仕事しろ。あ、泊まっていけば。今日は帰る。お前は仕事しろ。はい。じゃな。気をつけて帰れよ。今日一日ホストまがいのことをして疲れを癒そうと思って来たのに、逆に疲れ果ててしまった。おいトリー、あのさ、確かに言い方はあれだったかもしんねえけど、俺は本当にそうなってもいいんじゃねえとは思ってんだからな。嘘はついてねえからな。無自覚な吉野に頭はクラクラしっぱなしで、それでも悪い気はしない自分も大概だと思うのだ。